おい、強者ばっかじゃん。やめて、そういうのきついんだよな。よしよし、でガードしてしまうと。読むの押してで、シャカ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 、オッケー、スースー、オッケーオッケー、翻弄できてる。で、これ強すぎだろ。これで、これ時間置けば置くほど NB メラゾーマに対する意識が減ってくんで、え、マジこれちょっと時間置こう。ちょ、泳がす、こういうことをして泳がして、ほいっと、オッケーオッケーオッケー。もう完全に忘れてるわね、多分 NB のこと。ただ MP もない。え、あかー、ミスター、ちょっとやりすぎたわ、配信しちゃったわ。いやー辛いよこういう逆転は。いや、大丈夫、まだ。打球、いや、よし、動こう。あっ、な、俺かと思ったよ。どう？ところで、後方の質問だけど、どう？結構良いね。しゃげみよりはだいぶ好評だね。いいね、いいね。勇者らしさがない。そんなこと言われてもな。むずいよね。あの、カズヤってさ、多分、なんかキャラコンセプトがさ、原作に寄らせようとすると、原作と寄らせようとして、で、かつそこそこ強くしようとすると、やっぱああいう尖った技作るしかないもんね。桜井さんもなんか試作品の段階ではめちゃくちゃ弱すぎたみたい、弱すぎたからちょっと直したみたいなとこもあったけど、そういうのつけないとね、コマンドキャラどうしても難しいとこありそうだよね。で、魔法カンタと、ほいほいほい、これ通るんだよね、これ。みんな真似してくれていい。結構通る、マジで。シャカシャカステップ。ピオリムシャカシャカ。なかなか通ります。ほい、み。あー、いや。コマンド見せから、起き上げ攻撃。ほい。いや、オリじゃないんですよ。いや、ほんとに。正当な戦い方、自分の中で結構ちゃんとした戦法なんです、これが。やっぱ俺、いろんなキャラ使うたびに言ってるけどさ、ザクレイとかシュートンの動き見てもさ、俗に言うヤムチャ視点っていうのか分かんないけどさ、まあ、あ、上手い人はこうやるんだなーっていう、こう戦法の眼差しでやっぱ彼のプレーを見ることしかできないじゃないですか。でも多分僕のプレーって結構真似できると思うんですよね。中高度で固めないと最初勝てないんで、必ず僕は。人のうまさとか、はい、そう、人のうまさとかね、全然こう出ないんで、最初のうちは。ああ、そう、こういうスマブラ下手な人というか、心が弱い、心が弱い移動回避とかで、そう、寝ろ、オッケー。で、これが強いと。弱かった一番弱かった、やばい。当たるまで振ります。強い行動は3回外しても4回目だと当たるんで、ね、上手い人は基本的に強い行動をこするんで、ほいっとほいっとほい、やばいやばいやばい、これは
ガンダッシュ上様かな。そう、庶民派です、私。政治家っぽいよな、これが。なんかその政治、うっ、いいよ、いいよ。まあ、よくはないんだよ。残念。ビジネス庶民だね。クッキョッキョッキョ。そう、公明党みたいな。おっと、やばいな、ちょっと。おい。でね、近距離ファイター相手は結構、おっと、和菓子さん、初見さんどうもです。近距離ファイターはね、もうウェビー擦るのが強いね。いやー、きついよ。意外とウェビー、逃げらんないんだよな。あいつ逆。あー、終わる。いやー、これ早すぎ、こいつマジで。どうする、逃げる暇ない。これルーラー使ってる暇ないな。オッケー、事故れ。無理無理無理。どうやって逆転するんだこれ。きつい。ピオリムないときついよね。でもピオリムいつ引くんだって話もあるよね。一生近づかれるから。ただまあ1メラゾーンまでなんとかなるんじゃない。なんだよ、上から来るのはきついんだよな。A 技で活路をちょっと見やさないときついよな。メラゾーン、え、メラゾーマってめっちゃ強くない？リップで使って思ったんだけど。無理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 。一回しか見れないし、全部見れない。いや、無理だ。寝ろよ、今の起動。俺ね、やったことないんだけど、フォックスとか結構いける気がするんだけどね。ケンキャラがちょっと難しそうだね。上から攻めてくるのがちょっと苦手かも。いや、ちょっと溜めてりゃいけないわ。無理。いやー、もう無理。何もかも無理。まだバース遠いもんな、これ。溜めるしたんだけど、今。マジか。早いから早く選ばなきゃっていう。あるのか。一応あると思ってやろう。早すぎ。起きろよ。いやー、ないのかこれ。ちょっと感じるんだけどな、ワンチャンを。あるのか。やってない。ぶーねー。あと3回ぐらい NB やったら OKOK。 無理無理。ミスった。無理無理。なんとか1回掴みたいな。無理だ。大往生だろこれ。95歳だろこれ。あー、 MP がね300ぐらいあったら勝ってたかもしんないんだけどね。 MP が少なすぎる。泥臭かったでしょ。おい、なんだよそのキャラ。
いやー惜しかったね。いやだからそうこいつなんだよ遊びキャラの天敵ストレス。行くぞ俺は。にわか勇者あるあるなんだけどさ、魔法カンター引けて息をよと突っ込むと A 技に処されるっていう。そう魔法カンターのね、そうスターを引いたマリオぐらいの意識でやると全然余裕で打撃技に殺されるっていうのが。どうすればいいこれ。おい逃げんなよ。とにもかくにもやっぱ NB だな。これを打たないことで、ね、始まらない。無理無理無理、もう無理だよ無理だ。スネーク以外で崖上がる気してねこいつ。上がれたわ。よし、簡単にルーラすればいいとか言うなよ。やってみろ、自分で引いてみろ。勇者あるあるなんだけどさ、にわか勇者あるあるいろいろあるんだけどさ、俺だけ復帰でルーラが全然出ないと思いがちっていう結構これあるんだよな。ちょっと待って、集中、全集中のあれでいくわ。なんでそこにいるの。もう俺コマンドしか見てないんだよなマルチタスクができないからさ左下しか見てない今。いや制御できない、制御が。とりあえずためよう。あーやばい、ため上方向に逆転とか知らんよそんなスネークでその悪い癖ってどうすんだよ。制御できないな。まあ一足取ったらねなんとかなると思うんだけど。で一回ダメージ稼ぎのメラゾーマ一回、撃墜のメラゾーマ一回かな理想は。で1ライディン1メラゾーマで勝ちがジャンプがなかったわ完全に取らぬタヌキの川山陽だったな完全にもう砂上の楼閣もうやばかったな今。フォックス復活してください。あ一応使ってはまあ、使おうとは思ってます、まあ、なんだかんだねスネークだけだと戦いづらいのは間違いないから。昔の印象よりはちょっと喋れない。ためばいでいこう。ためばいで割ろう。シールド早々に。うん、そうなんだよ。違う違う。こう。お手本、お、これが勇者使いじゃないか。今かなり良かったんじゃないか。配信的にも。俺的にも。どう？焦って NB 出しちゃったけど。まだ溜まったし、最高だね。それっぽいっしょ。で36まで行ったらもういつでも行く準備 OK。 準備 OK。 あまあいいでしょう。これ結構もう勝ち筋が多いもんね今。レギラマーピオリム見せかけてこう、おお、すいません。やばい。まあでも NB さえ溜まってれば大丈夫。もう撃墜パーセントだから相手は拒否するだけだね。うーん、あーやばいやばいよ。
これ多分一組だけじゃん、いい感じなの。よし、よし、こういうことなんだよ。2段構え言わなすんで一回安心してるからさ、相手は。